ったことあった。なんかさ、ほんとさ、ほんとひどいことしてくるよね、エッチなサイトって。ほんとになんか若い頃ちょっと出来心でね、ちょっとね、まあ共有のパソコンだったんだけど、当時はちょっとエッチなサイト見たら、なんかやられて、どういう仕組みかわかんないんだけど、なんだろう、インターネットエクスプローラーを開くと、最初のページがもともと Yahoo だったんだけど、それがね、Yahoo じゃなくて、なんかエッチサイトにバンって出てきちゃうようになって、直せなくて、やばいと思って、バレちゃうと思って、どうしようと思って。うん。でもなんか、親に気づかれる前に自分から自白した方がいいじゃん。だから親に、なんか、ポケモンの裏技見てたら、ポケモンの裏技見てたら、なんか変なの騙されて押しちゃって、そしたら、こうなった、みたいな、言ってごまかした。これ結構上手くない？うん。実際ポケモンの裏技見てたのは事実だし、船長が。船長マジ夏休みとかに、なんか、永遠にポケモンの裏技ずっと検索してて。マジポケモンの裏技検索する夏休み、マジこれ自由研究としてさ、なんか取り上げられないかなっていうくらいに研究してたね、ポケモンの裏技。ワザップとか今でこそもうさ、なんかバカにされてるけどさ、ガチでワザップユーザーだったしね、船長。ガチワザップユーザーだよ、船長は。うん、今の子たちがさ、よくさ、ワザップわらわらみたいなこと言ってさ、お前本当にワザップを経験して生きてきたのかって聞きたい。船長はワザップをちゃんと見てきて、ね、その上で、しかもワザップに釣られてデータが消えるなどの思いもして、もう本当の、あなたを器物損壊罪で訴えます！もう本当にやってきたわけ。やられたわけ。赤番、違う。あのね、あれは、リーフグリーンだね。リーフグリーンで、リーフグリーンだっけな？リーフグリーンだったっけ？あれ？ルビーだっけ？いや、リーフグリーンだったはず。あ、違ったっけ？多分リーフグリーンで、で、なんか、幻のポケモンが手に、いや、あれ？ルビーだったっけ？あれ。あのね、違う。デオキシスが手に入る裏技だったんだよ。なんか、スタート画面で、なんとかかんとかを押して、ボタンを押すと、なんか、データをクリアしますかというメッセージが出るので、はいを押すと、ゲームデータがクリア扱いになって、なんか、すべてのポケモンのデータが入るみたいな、ワザップだったの。で、それを見て、あーって思って、で、船長は、そのボタンを押したらデータをクリアしますかって出てきて、あ、これでクリアできるってことかって思って入ってたら、で、その後起動してみたら、初めからになってて、あれって思って、あれって思ったんだけど、いや、でもなんかイベントがあるんだろうなって思って、とりあえず初めから押したら普通に初めから始まって、あれってなって、で、泣きながら友達に電話して、ポケモンの裏技の、泣きながら、ポケモンの裏技の、サイト見て、やったらポケモン全部消えちゃったって。友達に電話したら、その友達も、マリンちゃんかわいそうって一緒に泣いてくれて、いやなんか共感型の不助手のオタクだったから、共感して泣いてくれたよ。優しい女でしょ、ほんと。不助手も変、ほんと変なやつばっかりって思われてるけど、うん。いや、その子もほんと変な子だった。なんか、テニミュ俳優の写真と自分の写真のクソコラを作って付き合ってるみたいなことを触れ回るような、なんか、ちょっとすごい女だったけど、でもそういう共感してくれる優しい女だった。うん、いい友達じゃねえか。そうなの。優しいの。うん。